現代文が全く安安定定ししして取れまません、えー、どのように勉強したら安定しますか、まあ、現代文は、ね、安定しないものなのでその波っていうものはどうしてもあるんですけどその波を、ね、いかに小さくするかでその波をの,、まあその基準となる積、ね、線をいかにして上げていくかっていうところが、ね、ポイントになってくると思うんですけど、まあ、どういうふうに勉強すればいいかって言ったらもう本当に、ね、基礎力をつけるしかないんですねその基礎力のつけ方っていうのはその つけ焼き場的なそのテクニックに頼らない解き方なんですよ。そのテクニックに頼る場合っていうのは、そのテクニックが通用しない問題においては、かなりね、点数は取れなくて、テクニックたまたまうまくはまった場合に点数取れるっていう、まあ波をね、すごく増幅させる、あの、解き方になってしまうので、そこの波を抑えるためには、基礎力をつける。その具体的に言うと、その、まあ、当たり前のことなんですけど、 文章があったら、その文章をちゃんと理解するっていう、もう、なんか、当たり前のことしか言ってなくて、すいませんぐらいの当たり前のことなんですよね。だから、大事なのっていうのは、その下線部が引かれた時に、その下線部の前後とか読んで、みたいなところをする前に、 まずは、その文章を文章として、ちゃんとロジックを追えるようにする。最初に、まあ、こういう主題がありますね。じゃあ次に、その主題を追うために、まあ、その理由付けをしてるんだけど、その理由丸一がここに来て、じゃあ次にね、その理由丸一ちょっと分かりづらいから、具体例挟んでて、帰結。で、じゃあ次、理由二に移ってるんだけど、そこで、まあ、なんか、話題転換があって、みたいな、そういう、その流れっていうものを、ちゃんと最初から最後まで、その、何て言うんだろうな、段落ごとに、 この段落はこういう役割を果たしていてっていうことを一つ一つね、すべて終えるようにする。で、要は、ま、こういう、え、ロジックの流れで、え、こういう結論を導いてるんだっていうことを、え、一個一個の文章でちゃんと説明できるようにするっていうことを繰り返していくんですよ。だから、例えば評論集とか買って、ま、評論集ってたいその、ま、文章がたくさんね、あって、で、その、ま、目次、目次じゃないな、あの、末か、 まあその、えー、文書のね、跡かわからないですけど、その文書についての解説っていうのは絶対載ってるんですよね。だからその文書の解説見ながら、ああ、ここの段落はこういうことだったのね。あ,あここの段落はこういう流れだったのね。っていうことを一個一個ね、追って全体の流れとして自分で説明できるようにする。だからまあその第三者がいた時に、あこの文書っていうのは最初こういう話があって、こういうことがあって、こういうふうに結論を導いてんだよっていうことを、まあ説明、 してみるそれがそのまま実はあの「要約の練習にもなるのでね現代文って、まあ、難しい難関大学になればなるほど要約の問題って出てくるじゃないですか、まあ、そういうね要約の問題の演習にもなるので、まあ、そこをねしっかりと頑張ってもらえたらいいかなと思います。<music>